はい、皆さんこんにちは、ブラワーズ出身です。今日はですね、この器にアレンジを挿していきたいと思います。今日使う花材はこちらの、ね、シャーリーベイ、こちら紅茶の匂いがするランって言われてるやつですね。モンシリウムの仲間です。これとあとハヤトとか、アンスリウムの仲間、それからトルコキキョウの匂いのパープルですね。それから、テマリソウ、そしてこれが何でしたっけな、フィンガーファイブじゃなくて、これちょっと名前忘れちゃったんで、分かる方ぜひコメント欄に名前ください。僕も調べておきます。では早速では早速いってみましょう。さあ行きますよ、行くぜ。最近ね、ロードバイクにハマってるんですよ。ロードバイクっていうのも自転車なんですけど、こうね、要は SPD っていうのをつけて、はい、では始めていきます。まず最初にこのね、名前がちょっとわからなかったこいつから刺していきます。でこいつはこう先っぽをこのようにナイフで平たく削って、回らないようにして刺していきましょう。まあ、立ててもいいんですけど、今回は横にしていきます。こっち行くか。でこのね、ハヤトを刺します。まあ、ハヤトもさっきのこのフィンガーファイブみたいな名前の刃物と同じで、ここを平たくねします。そして刺します。その時に今ちょっとね、この前と後ろの高さが重なっちゃったんで、もうちょっと後ろを短くしますね。こう明らかに差をつけた方がいいです。はい、ここでこう手まりそを入れてちょっとファンデーションを赤くしていきます。はい、これでデマリソンが刺し終わりました。今度はやっぱトルコキキョウ、紫のトルコキキョウを入れていきましょう。こうなんか基礎の部分っていうか元の部分にこう色を添えていくような感じですね。はい、そしたらその次にこのシャーリーベイビーいきますかね。シャーリーちゃん、シャーリーちゃん出番ですよ。これがね、結構向きが難しいんだわ。なんかただ正面向きでいいってわけでもないんですよね。なのでいきましょうかね。はい、ちょいとひねりました。そして最後にこの赤いアンスリウムを入れていきます。本当は白いアンスでもいいんですけど、ちょっと今回は華やかにしたいっていうか、これは受付とかに置くので人のウェルカムの花になりますから、ちょっと白だと寂しいかなと思ったんですよね。
やっぱこの位置だね。はい、こちらでアレンジメントの完成じゃないな。ちょっと待って。ちょいとラインが欲しいので、このペラを入れていきます。昨日動画でやったスパッとで研いだらすげえ切れるわこのハサミ。あれ半端じゃないかもね。なんかすごいね、紅茶の匂いがします。いい匂いですね。そうだ、このね、フラワー TV の中で、最後に言おうかな、フラワー TV か、最後、フラワー TV の中で、こう今回、紅茶のラン、まあ、これは別に協賛でも何でもないんですけど、この花材をね、再生産者の方でぜひ紹介してほしいなんて方がいらっしゃいましたら、僕の方にね、こうご一報くださって、品物送ってくださったら、このフラワー TV の中で、その花材アレンジして、紹介します。なので、ぜひね、どしどし、ご応募ください。お問い合わせは下のリンクに貼り付けてありますので、ぜひそちらから。どうぞ。ちょっと脱線しました。こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。動画の中で再三言いましたけど、本当にこうね、紅茶の香りがしてすごくいい香りがします。このシャーリーベイリーはなかなか素晴らしいランですね。なんかちっちゃいのもあるんですけど、このぐらい大きいやつの方が全然香りがしますね。だからぜひね、こう品物のいいものを使ってください。まあこういうアレンジの場合はこうラインをね、なんていうのかな、透かしていくんですけど、その透かし方のバランスというか取り方がまあちょっと難しいんですけどね。まあその辺はぜひよく見て捉えてください。ではね、またね、次回いろんなアレンジメントに挑戦していきたいと思います。またね、動画の中でも言いましたけど、ぜひこのお花を使ってほしいなんていうね、生産者の方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。下のリンクからくだされば、この動画の中で、紹介していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time.